アメリカのボスウォッシュと日本の太平洋ベルトの比較。夜間の衛星写真。太平洋ベルトとは、日本の茨城県から大分県までを結ぶ、一連の工業地帯、工業地域を言う。国民所得倍増計画策定のための経済、審議解散業立地商委員会報告において、既存の四大工業地帯への過度の集中による、弊害が発生していたことから、瀬戸内海沿岸。 静岡県などこれらの中間に新たな工業地帯を形成することにより、ベルト上の太平洋沿岸地域全体を工業立地の中核とするという、いわゆる太平洋ベルト地帯構想が提唱されたことに由来する。太平洋ベルトに属する地域についての明確な定義はないが、経済産業省の統計では、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県を太平洋ベルト地帯としている。また、南関東から北部九州にわたっては、埼玉市、千葉市、東京都区部、川崎市、横浜市、相模原市、静岡市、浜松市、 名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市を中心とした工業面、商業面で大中規模の都市が連なっており、これらの都市群を総称して指す場合もある。このうち、京浜工業地帯、中京工業地帯、阪神工業地帯、北九州工業地帯を4大工業地帯という。近年では、 生産額の低い北九州工業地帯を北九州工業地域とみなして除いた3つの工業地帯を三大工業地帯という。鉄道、道路、港湾などの交通機関、施設が整備され人口の約60%、工業出荷額の約70%が集中する。高速交通網では東海道、山陽新幹線が東京都と福岡県を結ぶ。 また、第5次の全国総合開発計画21世紀の国土のグランドデザインにおいて太平洋ベルト地帯を西日本国土軸として再生させる新しい国土軸の計画が策定された地域活性化戦略ありがとうございます。